夢ラジオ第2163回、今日は令和2年5月5日火曜日です。時刻は正午回りました。横浜港北、火曜の正午、紫外線が強いゴールデンウィークのもう後半、明日で終わりか。明日が振り替え休日で、けれど自粛要請は今月末まで続くんだとか、なんかゴールデンウィークが月末まで続くみたいな奇妙な年です。私は午後の遅い時刻に三重の男子オンラインの授業、習いに行きますね。ただしそれ以前に時間があります。夢ラジオの放送です。今日は晴れていて走りに行きたいな。紫外線の中を、紫外線の中を丁寧かですけど、部屋に行ってね、なんか紫外線眩しいなっていうのと、外に出て走ってる時街がキラキラしてんなっていうのとはまたわけが違いますよね。走りに行きたいけど午後遅いオンラインだから、それが終わった後、走りに行けるかなと先から考えています。さて、夢ラジオ2163回目、今回のテーマは、というか今回はワンポイント多義語、ワンポイント多義語もなんか変な呼び名ですね。まあいいや、ワンポイント英語多義語でフィギュア取り上げます。フィギュア、フィギュア、意味がわかるでしょうか。多義語なわけで、このフィギュアっていうのはやっぱりその場その場に応じて使いこなしていかなきゃいけない、そういう言葉であり、でこの多義語の制覇こそ東大英語の制覇なんですよ。もちろん早稲田の慶応のというもののね、東大受験生でそんなに難しい単語は使ってるわけでもないのに、なんで解けへんのや、いや多義語が弱いからや、通り一遍の訳しか知らんからや、そもそも英語をたくさん読んでへんからや、というわけで、まあその多義語をやれば読解で、文法で、あるいは英作文で非常に幅の広い表現ができるようになります。フィギュア、まずですね、このフィギュアという名詞からお話しいたしますね。で名詞だと姿とか形という意味があります。これが1個目ですね。で姿と形は大体一つのカテゴリーと思っていいと思うよ。フィギュアとは姿とか形ですね。だからフィギュアスケートっていうじゃないですか。あれは姿を見せるスケート、要するに速さ競ってないんですよ。姿とか、まあ、形ですね。どんなイレブンがいいかな。An unknown figure appeared in front of the house at night. ちょっと不気味な情景ですね。An unknown figure appeared in front of the house at night. 夜に見知らぬ姿が家の前に現れた。失礼しました。変な不気味な例文で。でこの場合ね、フィギュアは姿なんですけど、まあ人と訳してもいいよね。結局姿は人ですから。だから見知らぬ人が、ただまあこれがまあオカルトなお話だった場合、お化けの可能性もあるかもしれない。あるいはもっと別な何かかもしれないと思った場合、やっぱ姿なんですよ。お化けかもしれない。あるいは何か別なね、なんか生命体なんかもしれない。そしてフィギュアの2個目。2個目は数字という言い方があります。これ大事ですよ。数字ですね。
Let's compare these figures. ね、Let's compare these figures. これらの数字を比べてみよう。でね、細かいこと言うけど、number ってあるでしょ？あれは数です。あれは1、2、3、4、5という数なんで、これがナンバーね。で、今お話ししているフィギュアは数字というわけで、この数字というのはどこかに多分書いてある。ね、多分どこかに書いてある、例えば23とか145とか、こういうものを呼びますね。うん。ですから、フィギュアを数とやるのはやめておきましょう。数字です。フィギュアはね。で、その数字と数と具体的にもっとちゃんと別々に定義しろやっていうのは、今お話ししている大学入試の英語っていう点ではほとんど意味がない話なので、考えなくていいです。要するに、number 数、フィギュア数字と思っとけばいいよ。はい、もう一つフィギュア、これは大学入試の読解でよく出てきます。センター試験でもね、もうセンター試験終わっちゃったけど、多分共通テストもこれ一緒でしょうね。センター試験の第4問で図の問題がありましたね。センター試験の第4問で図の問題があったでしょう。だからあの時にフィギュア1とかフィギュア2というふうに出てきていたと思います。だ図なんですよ。図と訳します。図1は、図2はっていう、こういう感じですね。うん、で、図を解かせる問題っていうのは共通テストになっても変わらないでしょうから、そりゃあ知っとかないと。うん。ですから、フィギュア図っていうのは言えないってことは、六寸法センター対策もしてない、あるいは読解もしてこなかった、何やってたんやということになりますよ。ちなみにね、テーブル1という言い方もします。で、このテーボーというのは表と訳しますからね。だからこれは分けましょうね。フィギュア1、これは図1、テーブル1っていうのはこれは表1というふうになります。そしてまたのお話ですけど、図と表の違いは何だとか、もうバカな質問するのはやめようね。はい、他にもね、フィギュアっていう名詞についてはまあ細かくやればもう5個も6個も出てくるんですけど、だいたいこの3つで十分だと思います。1つ姿形、もう一つ数字、最後に図。大丈夫かな？だからまあ、分かればですね、図っていうのも本当は姿形の一種としてカテゴリー1に含めてもいいのかもね。もうちょっと踏み込んでみますよ。ここからがハイレベルね。で、この名詞としてのフィギュアを学ぶっていうのが、大体中級の真ん中あたりまでなんですけど、中級の終わりから上級にかけてで、フィギュアっていうのはだんだん動詞になってきます。動詞のフィギュアが出てくると思います。ただ、レベルが上がってきたらで、初級中級の頃はあまり見ない。そして、その動詞のフィギュアって何やって言われたら、まあ、思うとか考えるとか数字を弾くとか類推するという、そういう感じの意味ですよ。その場その場で大体変わります、訳はね。だから、思うになったり、あるいは、類推するとなったり、数字を出してみるとなったりしますが、まあ、結局、どれも言ってることは一緒ですよ。I figure that 何々という感じで出てきますね。まあ、大概は、ざっと以下だと思います。ざっと以下だと類推しますと訳しておけばいい。プラス、動詞のフィギュアをお話しするときに、どうしても外せないのは、figure out。figure out という熟語ですよ。わかります？ figure out って動詞意味。言えなきゃダメよ。偏差値55ぐらいだわ、これが。figure out、理解するです。figure out は理解するですね。他に理解するって言えますか？熟語で。make out 言えたかな？だから figure out、make out、understand、comprehend。この辺ですよ。もう一回よ。Figure out, make out, understand, comprehend。これがパパパッと言えてれば、さっき言ったようにもう55ではなく60ぐらいまでなってるでしょう。パッと言えればですよ、全部。フィギュアという言葉、カタカナのフィギュアになっている割には、なんかフィギュアスケートぐらいにしか使わず、
何のことかよくわからない。実際に英語の中で、英文の中でその単語が出てきたらもうお手上げみたいな受験生も多いんじゃないでしょうか。こういう多義語を潰すことがまずはセンター英語あるいは共通テスト英語の第一歩であり、そしてゆくゆくは東大英語の攻略にもつながる、そういうものなのだ。ぜひ復習しておいてください。イメラジオ2163回、今回は多義語フィギュア取り上げました。紫外線が今日は本当に眩しいですね。夏がやってきました。窓を開けての放送です。